はい、こんにちは、116インズです。ワールドシリーズ前日の第4戦はシーソーゲームの末、最後は壮絶な形でレイズが勝利しまして、シリーズを2勝2敗としましたが、一転して今日の第5戦はドジャースが終始試合をリードして4対2で第5戦を制して、シリーズ3勝2敗ワールドチャンピオンに王手をかけました。昨日非常に嫌な形で負けたドジャースだったんですが、初回にいきなり2点を先制すると、続く3回もソロホームランで追加点を奪って試合の主導権を握ると、レイズも3回に1点差までは迫ったんですが、その後はドジャースの投手陣、先発のカーショー、それからリリーフ陣が踏ん張って、ドジャースが序盤のリードを守りきることができましたね。それにしても今日はドジャースの先発カーショーが第1戦の好投に続いて、この第5戦も6回途中2失点と好投して、きっちりとですね試合を作りましたよね。第1戦の動画でもお話ししましたが、カーショーはプレーオフになるとなかなかですね2試合続けて好投するということがなかなかできていなくて、で実際今日のカーショーの調子も第1戦ほど良かったというわけではなかったんですが、ただそれでも崩れずリードを守りきることができたのは、昨日手痛い敗戦を喫したドジャースにとっては本当に大きかったんじゃないでしょうかね。第1戦非常に効果的だったスライダーが今日はなかなかコマンドが定まらず、ボールゾーンに抜けてしまうボールも多かったですし、4回までは毎回ランナーを抱える苦しいピッチングでしたよね。また味方の守備もちょっと良くない部分がありまして、3回にヤンディ・ディアスにタイムリースリーベースを浴びたんですが、この打球もベッツが後ろに反らしていなければ、もしかしたらツーベースで止まっていたかもしれませんし、でツーベース止まりだったら次のアロザレーナのレフト前のタイムリーヒット、もしかしたら2点目入っていなかった可能性もあったと思いますので、いろいろとカーショーにとって今日のマウンドはうまくいかなかったことの方が多かったのかもしれませんが、それでもこのように我慢のピッチングができるのはさすがエースといった感じの今日のピッチングでしたね。特に今日の試合のポイントともなったのが4回裏の攻防でしたね。この回カーショーは先頭のマーゴを歩かせると、マーゴがすかさず盗塁を決めて、でさらにキャッチャーからの送球をセカンドのクリステイラが捕球し損ねまして、その間にマーゴは3塁まで進んでしまって、ノーアウト3塁というピンチを迎えたんですね。テイラーは昨日決勝点を与えるエラーを喫して、で今日も捕球ミスと、同じようなミスを2日連続でやってしまって、チームとしても相当まずい状況になってしまったんですけれども、この後カーショーはレンフローを歩かせてピンチが拡大してしまいます。1点ビハインドで追いかけるレイズにとっては同点あるいは逆転を一気に狙う大チャンスが訪れた、そんなイニングとなりました。これまでのポストシーズンの結果からも、ここでカーショーが一気に崩れてしまうんじゃないかと、おそらくドジャースファンの多くの方が心配したんじゃないでしょうかね。ただ今日のカーショーはここで踏ん張ることができたんですね。まず最初のバッターウェンドルに対しては、内角にかなり厳しい速球を2球投げ込みまして、この2球目を見事に詰まらせてウェンドルをショートフライに抑えました。ウェンドルはアウトにはなっているんですが、昨日のジャンセン相手もそうでしたし、またこの後のイニングでもそうだったんですが、外角のボールをうまくですねレフト方向に強いライナーを打つことができていましたので、犠牲フライも打たれたくない、なるべく弱い打球を打たせたい、この場面においてドジャースバッテリーはかなり厳しく内角を攻めて、これが功を奏しましたね。続くバッターはアダメス。このポストシーズンあまり調子が上がっていない選手ですけれども、ドジャースバッテリーは初球スライダー、そして2球目はかなり厳しい速球を内角に投げ込んで、簡単に2ストライクと追い込むと、最後は外角のボール球ではあったんですが、カーブを振らせまして空振り三振。これでノーアウト1塁3塁が2アウト1塁3塁とすることができました。で迎えるバッターは第1戦カーショーからソロホームランを放ったキアマイヤー。左対左ということでカーショーが有利なマッチアップではありますが、ただキアマイヤーもカーショーから第1戦打っていますし、どうなるかなと思って見ていたら、ここでですねレイズというか3塁ランナーのマーゴが驚きの行動に出まして、なんとホームスチールを狙ったんですね。ワールドシリーズの舞台でホームスチールが行われるのはどうも18年ぶりのことらしいんですけれども、このマーゴの行動は全く予想ができませんでしたね。ただカーショーですね落ち着いてプレートを外してキャッチャーに送球して間一髪でマーゴはタッチアウト。結果ですねドジャースはこのノーアウト1塁3塁のピンチを無失点で切り抜けることができました。この予想外のホームスチールへの対応が今日の試合の分かれ目となりましたね。カーショーは左ピッチャーで3塁側に背を向けているわけですので、なかなか3塁ランナーを目で牽制することが難しいということもありますし、またカーショーセットポジションに入る際に両腕を高く上げてそこからゆっくりと腕を下ろしてくるので、ちょっとですねフォームの間が長いようなそんな選手でもあるんですよね。でおそらく3塁ランナーのマーゴとしてもその隙を狙ってフォームを陥れようと考えたんだと思いますが、ただカーショーが試合後のインタビューでも語っていましたが、ファーストのマンシーがプレートを外せ外せと叫んだらしくて、でその言葉通りにプレートを外してマーゴをしっかりとアウトにすることができましたね。あれよりもプレートを外すタイミングが遅かったらマーゴをアウトにすることは難しかったでしょうし、味方の指示をしっかりと聞いてこの場面でボークすることなく落ち着いてプレートを外せたカーショー、このあたりのマウンドさばきはさすがですね。この
この回を抑えたことでレイズに傾きかけた流れを断ち切ることができましたね。その後5回は3人で抑えて、6回も2人を抑えたところで交代。6回2アウトでの交代となったんですけれども、まだまだいけるかなと思っていましたが、どうもですね、当初のプラン通り21人のバッターと対戦したら変えるとロバーツ監督は考えていたらしく、でそのプランの通りに21人のバッターと対戦したタイミング、そのタイミングはあの6回2アウトの場面だったようで、カーショーもロバーツ監督に対して続投の意思は伝えていたようにも見えましたけれども、最終的にはブルペンに託して、今日はドジャースのブルペンがしっかりと仕事を果たしましたね。カーショーはおそらく今日の先発が今季最後の先発となったと思うんですけれども、もしかしたら第7戦にもつれた場合はリリーフ登板という可能性もあると思いますが、このワールドシリーズでの2先発は本当にですね、レギュラーシーズンで見ているようないつものカーショーの先発、そんな2先発にも見えましたね。第1戦の先発は本当にエースらしいピッチングでしたし、今日の第5戦のピッチングは調子はあまり良くはなかったんですが、それでもきっちり試合は作ることができていましたので、悪いながらも試合を作れたというところは実にカーショーらしいなと思っています。今日6奪三振を記録しまして、これでポストシーズン通算207奪三振、これはジャスティン・バーランダーを抜いてポストシーズンでの奪三振数としては歴代1位に浮上しましたので、あと彼に足りないのは本当にリングだけなんですよね。3回以上サイヤング賞に輝いたピッチャーの中で唯一ワールドチャンピオンとなったことがないカーショー、今回念願のチャンピオンリングを取ることはできるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。